千三春行図剣本着色千八百四十八年、節頭図千八百四十六年剣本着色落刀、イカオルン大月玄卓造早稲田大学図書館重要文化財、小田海線文級二年うる八月二十四日は、江戸時代後期の日本の漫画家。通称は良平、名悪い、または英。地を、巨海、河和、海船、または百国。数王国府会に生まれ。 長戸国赤間関の荒野を営む織田家の養子となる。22歳の時、京都市場派の松村五春に入門し、同門の松村慶文や岡本とよひこらと名声を競ったが、やがて来山陽に感化され、南画に転校。九州に留学し、中国元明時代の古書画の模写をするなどして、研究を重ねて、独自の画風を確立した。文政七年。 萩藩のご用絵師となり、一時江戸に滞在。二年後、京都に戻り活動。海江元年から安政元年にかけて画質を設けているが、この頃、富岡鉄斎に絵を教えたと推定されている。清楚な画風に特徴があり、山水画、花鳥画、人物画を得意とした。高野山や京都御所の障壁画などの大事業を手がけている。文久二年没、京年七十八。 大徳寺を梅院に眠る。ありがとうございます。